お疲れ様です。ラフチャンネルの有馬です。ちょっと手前のガラスね、曇っちゃってますけど、以前、山で捕獲してきたですね、夏のフィールドワーク動画見た方はね、記憶に新しいかもしれませんが、流水性、まあ流水性って言ってもカエルに止水も流水もあるのかちょっとあれですけど、まあ渓流に生息しているですね、カジカガエルを、止水の環境で飼育している飼育環境なのですが、まあ、引き続きですね、カジカガエル、問題なくね、元気に、もう超元気にっていうぐらいね、生きています。どこにいるかというと、これはね、現地で取ってきた苔ですが、はい、メスのカジカガエルですね。まあ、やっぱね、動画で見るとあんまりね、サイズの大きさがわからない、伝わりにくいと思うんですけど、結構大きくて、僕の人差し指とかわかるかな、この大きさ。まあ結構ねサイズ大きいんですよね。でやっぱね、もう慣れたのか、カメラ近づけても手差し伸べてもそんなにびっくりしないですね。オスは今ちょうどここに、運よくねワンペアたまたまねフィールドワークしてて捕獲できたんですが、意外とカジカガエルって捕まえようと思ったらですね、なかなかねいないもんで、まあいるとこにはいるんでしょうけど、そう簡単に見つからないので、めちゃくちゃ運が良かったと思うんですが、はい、奥にコオロギですね、さっきばらまいたんでね、まあもう餌食べちゃってると思うんですけど、ダメ元で一匹与えてみます。食べるかな、もういらんかさすがに。あー、もうお腹いっぱいっぽいね。これはいつもね、こうやってピンセットやるとね、もう秒でパクって食べるんですけど、食べないねもうこれお腹いっぱいなんだろうな。オスの方はもう動画撮る前にばらまいちゃったからね、なんで撮る前にばらまいたんって感じなんですけど、まあ今日はねカジカガエルの動画撮るつもりは特になかったんですけど、そういえばちょうど今表に出てきてるし、しばらく出してなかったんで、と思ってね、撮り始めたんですけど、だいぶポトスが見て、茂りすぎて、ちょっとこれはトリミングした方が良さそうですね。こんだけやっぱ茂っちゃうとね、まあ、汚らしく見えますし、邪魔なんで、もう切っていきます。これ埋まってんのかな？あ、結構しっかり埋まってんな。ここ切っちゃおう。もうこれは、あ、土埋まってる。あ、いいわ。だいぶ、元気よく生えて、ちょっとスッキリさせたいんで、まあね、生態にとっちゃ、あ、茂ってる方がね、良いのかもしれませんけども、隣の、見えるか、沖縄シギモリの環境、だいぶ茂ってんな。茂りすぎだろ。よう、育つわ、植物が。まあそんなことはさておきですね、もう夏も終わりまして、最近めちゃくちゃ涼しくなってきました。超涼しいですね。特に国産のカエルなんですけど、冬眠は考えてなくて、させた方がいいのかな。まあ普通に考えたらさせた方が長生きはねするんでしょうけど、わざわざまあ冬眠させようとか思ってないんで、まあこのまんまね、飼育しようかなと思うんですが、まあやっぱりどんな生き物もそうですけど、仮にね温度帯が問題なくても、やっぱ体内時計みたいなのがあるんでしょうね。餌食べなくなる時期はね来ると思います。まあよくね、レオパとかニシアフとかね、まさに温度問題ないんですけど、いつも通りなんですけど急に食べなくなっちゃったんですよって方がね、毎年一定数出てきますが、まあそれはね環境要因じゃなくて、なんか体内時計的なものなので、体重がね下がってなければそのままそっとしててもね問題ないというね、まあそういった現象なんですけど、結構心配される方もね多いので、まあその辺はね、体重測りながらね様子見てあげるっていうのはねしてあげたらいいんじゃないのかなと思います。にしてもおとなしいね、カジカガエルってもっとねスピーディーに動くと思うんですけど、ちょっと触ってみましょうか。おお、一瞬で今通り去ったよ。まあこうやってね見てもらったら分かる通り、青ガエルかやっぱね指の先にアマガエルとかモリアオガエルとかと一緒で吸盤がしっかりついてますね。やっぱこうやって見ると色は褐色ですけど、ちゃんとね青ガエル科の仲間なんだなっていうのがよく分かりますね。可愛いです結構。意外と慣れてくれるし、まあ今触ったらまあ逃げたけど、まあこんな感じで、カジカガエルね問題なく飼育できてます。他にも久しぶりのやつですね、このケージは何が入っているかというと、ここにいますね、グミガエル、グラニュローサアマガエルもどきですね。変わらずね順調にいってます。ちょっと水を垂らして、起きるかな、
いや本当にね、見た目が美しいカエルで、見てこれ、透明な体に、なんていうの、白い細かい斑紋、点々があって、で中心の方にはね、青色の斑紋もついててね、まあ見た通りめちゃくちゃね、美しいカエルです。こうやって水を垂らすと起きてくれるんですけど、起きたかな、ちょっと起きてるけどまだ起きたくないみたいな雰囲気出してますね。こいつもう目覚ましてますね。覚ましてるけど寝たふりしてるわ。水でずり落ちてってる。もう一匹がね、あーいた、わかるかな、よいしょ、あそこにいますね。あ、起きた起きた。あー、はいはい、まあ2匹ね飼っていて、変わらずね数も増やしておらず、特に増えることもなくですね、順調に、何もむしろ変わりがない感じで生きてます。まあ餌はね、ヨーロッパイエコオロギの SS サイズのね、バラマイトクと勝手にやっぱハントして食べてますね。うん。非常に可愛い。あの指先が黄色で、ね。またこれも色鮮やかで非常に美しいですね。反対側から見たら内臓が透けて見えるんですけど。飼育環境もね、まあ別に特に凝ってるわけじゃなくて、カエル用のソイルとコケ敷いて、あと植物適当に植えてですね。はい。霧吹きもね、たまーにするぐらいですね。まあ一応水場として水入りはね、置いてるんですけど、うん、玉ねぎの霧吹きと、まあ、多分夜間は入ってるんでしょうね、水の中にも入ってると思うんですけど、まあグラテラでこんな感じで、一応乾燥しすぎないように上にはねガラスをね敷いてますけど、少しだけ通気性、風が通るようにね網を開けておいて、まあこんな感じでね、変わらず変えてます。まあということで、今日ふとした瞬間にね動画回し出して、今年の夏捕まえたカジカガエルと、だいぶ前からね飼育していて、なかなか動画に出ないグラニローサーマガエルもどきをね、まあ、まとめてご紹介しましたが、いずれもね非常に飼いやすくて、まあ、飼いやすい、それは語弊があるかな、飼いやすいって言ったら語弊があるかもしれないけど、ちゃんとした環境をね整えて、しっかり管理しておけばですね、問題なく飼える種類だと思いますので、ぜひね気になる方はイベントとかで探してみてください。グラニローサは状態いいやつを選んで買った方がいい気はしてますね。ある程度しっかり太っててぷっくりしてるやつの方が、長生きする気がしてます。まあ痩せすぎなカエルには注意ということで、ということで今日はね、ちょっとした動画になりましたが、うちで飼育しているカエルたちのね、紹介動画になりました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。